初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。みやる徹底討論、イエーイイエーイ。この企画は SNS で話題になっているニュースをおのおの持論で勝手に物申すトーク企画となっております。話題の出来事に関して皆さんのご意見もお聞かせください。本日の題材ですが、遺族の写真を動画に個人 AI あり。SNS で大きな話題となった動画があります。小学生の頃に癌で亡くなった母の笑顔をもう一度見たいという思いで、1枚の写真から AI によって作成した動画を投稿。現在生成 AI の進歩により外見だけではなく性格まで見せることができ、個人と会話もできるものまで登場したことに賛否の声が出ているそうです。賛の方は喪失感を埋めてくれる、 AI でもいいからもう一度会いたいっていう人もいれば、否定意見では死者への冒涜だとか依存してしまいそうで怖いっていう意見がありましたけど、皆さんどうですか、これは賛ですか否ですか。私だから美空ひばりさんを AI で復活させたことにすごい感動を覚えたんで、私は感動したんだけど、冒涜に当たるのかしら。個人的なやつだから、他の人がどうこう言うあれではない。やりたい人はやればいいし、美空ひばりさんに関しては出たいか出たくないかもわからないのに勝手に周りがやるっていうのがあかんとか。許可制にせよ、ドナー同意カードみたいな感じで、なんかさ、もう言っていい、くったらないことで、ね、これね、そうそう、言ったら再現映像とかも死者への冒涜やっか。ドラマとかさ、歴史もののやつも全部冒涜やで、そんな。でも美空ひばりさんとかね、勝手にはやってないから、家族がいいって言うんだったらいいと思います。依存問題はどう？依存もう毎日ずっと会話してしまうとかさ。え、いいんじゃないですか。写真と一緒じゃないって思うけど、写真とか動画って思ったら一緒じゃない。亡くなった方の生前のさ動画を見るのと一緒じゃないの。これを使ってエロ動画にしとったら、それは冒涜。最近あるやん、そういう動画サイト、次の人の写真当てはめたら AI で動くとか。亡くなっちゃった彼氏とか、それはちょっと私はなんかどうなのって感じ。え、じゃあ生きてるならいい。でも生きてるやつはもう実際みんなやってんねん。でも写真当てはめて、それで自分だけオリジナルエロ動画作ってもらう。自分らもやられてるかもよ、どっかで。だから生きてるとか生きてないとかじゃなくて、そういうふうに暴走するとかっていうのもさ、言っちゃえばさ他人への冒涜になるのかって話になってくるじゃん。これで物を売ってビジネスするとか、そういうのはあかんけど、犯罪に使うとかね、人を騙すために。でも個人で消費する分にはもうどんなことでも OK やと思う。子どもの写真で自分用のオナニー動画作ったとしても、これはいいと思う。だって商売じゃないし、外に漏れることもないし、そこでガス抜きされるんやったらさ、犯罪逆に抑止されるんですよ。まあ気持ち悪くないですか、単純に。でももうその人の頭の中で行われてることと同じことやん。想像したあかんでっていうのと一緒やで、それ。思考の自由と一緒。けど犯罪のラインは超えてほしくないですよね。だって犯罪じゃないやん。実際に犯罪は未成年の人を撮影したりとか、だからそういうのを考えると、やっぱ犯罪に及ばないように AI とかで作るのは確かにあるよね。だって結局 AV だったりとかエロ本とかっていうのって欲を満たすためにあるわけじゃない。それがもしなかったら痴漢だったりとか盗撮だったりとかっていうことになってくるわけでしょ。その我慢できなくて欲がさ、それで犯罪に起きるぐらいだったらばと思う。でより犯罪欲が高まるじゃないですか、そのリアルに。あとじゃあさ、この世界で AV がなくなったらどうするの。AV は別にいいです、法律を守ってる範囲の動画作成なんじゃなくて、ロリコンとかなると犯罪じゃないですか。その自動ポルノが分かんない。自動ポルノ、それはでも自動ポルノ自体を作るのは子供をそういう場に被害者として使ってまうからあかんわけで、エロ動画も本来は多分痴漢ものとか首絞めものとかいろいろあるやん。あれも本来やったら犯罪やん、うん、
か。でもあの動画ではいややめてって言いながらさやってたりするわけやんか。あんなレイプやで、ね、だからやったあかんことやけど動画で許されてるのは放送までは許そう。作品としてね、子供の写真の顔使って作るはやばくないですか。じゃあ子供の顔っぽいっぽいものだと AI でも作る、もう存在しない子供の写真、まあ、アニメとかと一緒っていう。そうそうそうやってなってくる。私もだから犯罪になんか誰か被害者が出るぐらいだったらとは思っちゃうのよね。抑えるんやったらいいんやけどな。例えばさ、そういうエロ動画を見ないことによって他のエロ動画を見てそっちの欲の方が合うようになってきて、ロリコンみたいなのから離れたとか行きすぎて実際そういう具現化しちゃうっていうのはそれはいけないことだと思うけど、うんうん、でもそれをしないためにという対策の意思としてルールが欲しいですよね。分かんないな。厳罰化用もやっぱりさらに厳罰化する、こういうものを OK にする代わりにやっちゃったらもっと厳罰化、ああ、刑をチンチン切るとか。そう。それかあのマトリックスみたいに繋いで一生 AI のその中で生活してもらってあれね、奴隷ね。厳罰化はもっとしていいと思う。冤罪じゃないように注意しなあかんけど、話が出るけど、まあでもこれは写真とかと一緒に見ることと一緒かなって思うけどね。お母さんのとかは周りな気しますけど、まあ、けど本人に許可これから取るのが大事な気しますけどね。やっぱ家でもこれ写真使ってほしくないとか、うん、おばあちゃんってそうじゃないですか、うん、それと一緒で使っていくのやめてほしいと思う人も出てきそうやなって思うんですよ。宗教的な問題も入ってるんですかね、市内の冒涜っていう、そういうところで言ってる人もいると思うんで、これもさ、あのさっきのな AI で犯罪となってしまうようなレベルのものをフィクションで作ることへの賛否っていう話は賛否出るの分かんねえな、どっちの意見もあるはずやから。でもこれの家を、家というか死んだ人、この P はなんかちょっと薄いなと規定意見として、うん、無理やり作られた賛否というか、結構賛の方が絶対多いやろ。多いと思うんですよ、なんか多くの賛の中の小さな P みたいな、なんか文句とかつけたい人とか、うん、依存してしまいそうで怖いなんて、もうもはや P でもない、でも何が怖いって、ここまでできちゃってるじゃん。でも最近の AI ってさ、フィクションのものをさ、いわゆるフィクションニュースみたいな、フィクションニュースみたいなさ、そういう AI の使い方をちょっとしてほしくない。いやでも絶対するよ、ね、そういうのはやめてほしいけど、こういうピュアな使い方というか、これピュアだと思う。ピュアですよ、うん、でも実際には絶対使うよね、情報操作用とかさ。だって実際今あの格闘技であるんですよ、平本蓮選手のドーピングしたかどうかって分からなくて、うん、その音声が出回ってるんですけど、なんか AI っぽいみたいな。トランプさんとか海外のさ、そういう人たちにさ、銃を持って人をこうバーン撃ったりとか、すごいフェイクニュースっていうかさ、AI に作られたりとかしてる。いや、あの特にさ、戦争やってるさ、イスラエルとかとウクライナのあの辺とか、そんな AI で全然たくさん作りまくって、うん、それで反感感情を高めて、こっちが正しいんだっていうので。怖いよね、AI っつうのはよ。何も信じて生きちゃダメな時代になるから、やっぱりこれをもう止めるってことはできないから、このピュアな使い方は全然いいけど、どうやって見分けてる AI かとか、いやベストのニュースとかどうやって本とか見分けてる、難しい。最後に全部知らんけどってやっぱつけるつもりで見てる。ほんまか分からへんことや全部。本当そうね、もう何にも信じられない時代を、ここに私たちがいるかどうかも怪しいよ、みんな。 AI かもしれないよ。皆さん、自分を信じてください。以上です。